突然ですが、この動画を見たことありますか？僕はいきなり沖縄の大赤字リゾートホテルの再建を託されたド素人。客室は18室、稼働率は 15%、 宿泊料はピークの3分の1。このままだと売却の可能性あり。従業員は現状2人。そして僕はホテルのアルバイト経験さえ皆無。こんな感じだが必ず黒字化させてやる。人気の SNS TikTok で今話題沸騰中のアカウント、ド素人ホテル再建計画。その名の通り、経営経験のない男性が倒産寸前のホテルの黒字化を目指すという前代未聞のプロジェクト。気になるその再建方法とは。とにかく SNS で本当にバズらせて認知を広げるっていうことです。さまざまな戦略でホテルを PR し集客を図る注目の SNS を活用したマーケティングをご紹介します。ここが知りたい沖縄経済、ブルームーンパートナーズのアイランドスコープです。今日はブルームーンパートナーズの中澤健二さんとお伝えします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマはこちら、 SNS マーケティングの最前線です。今や多くの企業が投稿するのに費用がかからない SNS を活用して自社の商品を PR しています。今回はその中でも斬新なアイデアで SNS のフォロワー数を増やし収益アップにつなげている映像クリエイターに話を伺いました。やってきたのは恩納村前金区にあるホテル、バズリゾート。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方がホテルの再建を託されたド素人さんです。こちらの T シャツは何でしょうか？これ素人、僕ホテル再建素人なんで、素人っていうのを数字で書いてます。もともと海外を旅しながら旅行代理店向けの記事や動画を作成したり SNS のコンサルティング業を手掛けていたド素人さん。なぜ突然沖縄のリゾートホテルの再建を引き受けたのでしょうか？マイナスって本当に少しでもいじったらめちゃくちゃプラスになるポテンシャルが眠ってると思っていて、そういうのがすごい好きなんですよ。ド素人さんが来る前はホテルの稼働率は 15% で、客室の料金もピーク時の3分の1まで低下。従業員も2人まで減ってしまい、ホテルの管理が難しくなるという悪循環が続いていました。そんな状況でも宿泊者の感想やホテルの評価が高いことに再建への光が見えたといいます。ホテルの予約ってまず認知をして、そのホテルの存在を知ってからレビューが良かったら泊まると思うんですよ。どの予約サイトを見てもレビューは良かったと。ってことは認知だけが足りてない。認知に関してはまあ PR は僕のもう本当に得意分野なんで。ホテルを広く知ってもらうために去年2月に始めた TikTok は、ド素人が大赤字ホテルを再建するというこれまでにない企画が話題を呼び、1週間でフォロワー数が2万人を超えました。すると瞬く間に全国にホテルの名が知れ渡り、予約も急増。稼働率はまあ4倍ぐらいまで上がったのかな、上がったりとか、売上でいうと前年比 796% 出した月があったりとか、まあ、すごい売上上がったりとか。これほど TikTok のアカウントが注目された理由はプロジェクトのユニークさだけではありません。僕がですね、 YouTube で視聴者全員参加型経営会議っていうのをやっていて、僕は重要なものを決めるときにそこに参加してくれた皆さんと一緒にライブ形式で今後こういう道を行くか、こういう道を行くか、どっちがいいかみたいな話をしています。ド素人さんはホテル名をはじめ各部屋のコンセプトなど重要な経営方針をすべて SNS で公募し、フォロワーの多数決によって決めるというシステムを取っています。その人たちがホテル経営に少しでも関われると思うと、めちゃくちゃ面白いコンテンツになると思ったんですね。さらにフォロワーからのコメントが増えることで SNS の AI がこれは人気の投稿だと判断し、より多くの人に動画を拡散させるという仕組みも活用しています。しかし、いくら SNS で人気になったとはいえ、大赤字のホテルに客室を改装できる費用はあるのでしょうか？企業さんから無料でいいんで作らせてくださいという依頼がすごく来るんで。
ど素人さんの発信力に魅力を感じた県内外の企業から協賛として改装に必要な資材やスタッフが無償で送られてくるので、ホテルとしては費用をかけずに改装することができました。でその代わりに僕は SNS の使い方を教えてあげたりとか、売上につながるような施策を考えたりとか、そういったことでウィンウィンみたいな感じでお互い やらせていただいてますね。また企業に出資してもらい、学生が無料で泊まれるという特別な客室を作りました。インスタグラムがたまたま流れてきて、あ、ここ無料じゃんと思って決めました。ありがたい以外の言葉が出ないですね。月に1万円払うスポンサーを20社集めて、年間契約で12万円払っていただいて、1年間は黒字を確定させるんです。じゃあスポンサーは何のメリットがあるかっていうと、学生ならではの学生でしか解決できない企業のお困りごとを解決してもらったりとか、改善提案っていうのをしていただいてます。ど素人さんは SNS を駆使してホテルの再建を目指すだけでなく、コロナで落ち込んだ沖縄観光も一緒に盛り上げていきたいと語ります。うちのホテルは言っても16部屋しかないので、そこにだけその影響力を使うのではなくて、ホテル以外にも沖縄全体が盛り上がるようなことをどんどんしていきたいです。みんなで一緒にホテルを再建しているという感覚になれるのがいいですね。こうしたど素人さんの SNS マーケティングの手法を行政も注目しています。こちらをご覧ください。沖縄県浦添市役所 TikTok 広報始めます。僕は日本で一番 SNS を使いこなす市長。 SNS を通して市民の声を聞き、積極的に市政に反映させようと、去年10月から TikTok を始めた浦添市。その企画構成や撮影をど素人さんが務めています。政治っていうのはすごい硬いイメージがあって、 SNS っていうのは若者最先端、この真逆のものをくっつけることによって、一体どんな人なんだっていう、こう気になると思うんですよね。開設4ヶ月でフォロワー数は1万2000人を超え、多くの若者にも認知されています。声をたくさん若い人の話を聞いて、もっと浦添市にこの盛り上げてほしいなっていうのは思います。若い人たちにどういうふうにして、まあ、政治だったり行政だったりっていうのを届けるかっていうのは大きな課題でもあったので、まあ、特に TikTok を使っている若い層の皆さんに、まあ、いろんな声を届けるという意味では非常に有効かなと思ってます、ね、いやいい意味で市長らしからぬ斬新な戦略ですね。ちなみに今回浦添市の20歳の集いで撮影した TikTok は100万再生に迫る勢いで、多くの人に浦添市をアピールすることに成功しています。さて中野さん、今回のテーマから見えてきたことを教えてください。はい、こちらです。視聴者も巻き込む参加型 SNS マーケティングです。 SNS を見ている側の声が反映されるため、思わずその動向を追って応援したくなるコンテンツになっているほか、その視聴者が宿泊者やスポンサーにもつながっていく考えられた仕組みになっています。沖縄を盛り上げる新たなモデルになると感じました。次回のアイランドスコープは来月16日を予定しています。本日は中田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。